ちょっと計算したことないんですけど、2.5 億とかそれぐらいだと思います。自分の金融機関から受けることはまずないです。みんなそうなんですかね。コンフリクトチェックとかいうのがあって、銀行に別の形で利益を供与される立場の人をチェックするところがあって、間違いなくそれに引っかかるので、買おうと思ってる物件の抵当権に自分の銀行ついてると、買い主のチェックでそこで引っかかるかなと思って、そういうのは遠慮してるっていうのはありますよね。総投資額は5億ぐらい。年間の家賃収入は6000数百万。自分の銀行で融資を受けるということについてはまずありえない。私が不動産投資をしているということ自体も誰も知りません。総投資額は1億5、6000万ぐらいですかね。で、年間の家賃収入も1500万ぐらいですかね。やっぱりご自身の銀行使われないものなんですか？あ、使いません。やっぱりいろいろ調べられるの嫌なんで、これ出せ、あれ出せ、出せって言われるのと、知ってる人に出すのと知らない人に出すのはやっぱ違うんで。数値目標って結構あるって聞くんですけど、どういう形で降りてくるんですか？だいたい融資額で降りてきますね。銀行自体がまあどれだけ貸し出し金によって収益を得るのかっていうところから始まって、それも細かく営業部店ごとに目標を分けて振ってくると、その営業部店に振られた目標っていうのを課ごとに振ってきて、その後で担当者ごとに目標値っていうのを振る。2年ぐらい前まで賃貸不動産向け貸し出しっていう項目が目標で貼り付けられた時期がありまして、賃貸物件に絡んでくる融資の借り換えとか、新たに購入を検討している方の案件を結構必死に取ってきている時期はありました。リストとかまで作って、この人がまあこういう物件持ってるんで借り換えをアプローチするとか、まあ、結構積極的にやってたんじゃないかなと思います。はい、うちの銀行も同じような形なんですけども、地方銀行の場合はずっと個人ローンの目的があります。で、ウェイトも高いです。個人ローンの中にカードローン、普通の自動車ローンとか教育ローンとかの目標値もあります。個人ローンの中の有担保ローンっていうのと無担保ローンっていう形で目標は別々に設定されてて、これもずっと続いてます。去年ぐらいからはその目標値に対するノルマっていうのが少し緩くなってるっていうことはあんまりするなっていう。僕がいた銀行は不動産融資の割合が大きいんですよ、貸出金の中で。金融庁とかその辺にもこの不動産融資の割合はこのくらいにしますとかいう風な計画を出してるはずなんですね。そこの割合が増えすぎたっていうので抑制が入ってる。当然他行さんとかメガバンクさんをまず見るのと、うちの場合であれば県内にライバル行があるんで、そちらの動向を見ながらとかいう風な形で降りてきてますけどね。結構ノルマが厳しいみたいな話聞くんですけど、どうですか？私とはそんなでもないですね。給与というよりは多分ボーナスとかだと思うんですけど、あんまり振れ幅がそうないのでできませんでしたみたいな感じでも。うちの銀行の場合は、まあ、ガンガン言われます。朝から今日いくらやってくるのかと、今日いくらやりますって気合で入れたらどうやってするのと、もうそこでみんな詰まるんですよ。どうやってするかもわからないのなんでできるのと、誰と誰と誰とアポイント取れてるの、じゃあここ取れてます、ここに何を提案するのと、何のためにここに訪問するのと、訪問のコード表と、まあ、それの結果をフィードバックする日報っていうのがパソコンで全部見れるようになってるんです。で、それが全部ランディ本部にもつながってるんで、本部のお偉いさんとかも見るわけなんです。僕が一番嫌いだった業務っていうのは、来月の目標が例えば10億ありますと、でこの10億に対して財源はあるのと本部とかから聞かれて、まあ、こことこことこ財源がありますって言ったら、それは徹底的にその1ヶ月間詰められます。財源っていうのはどういうのですか？いわゆる見込み先、例えば僕がアパートを購入したいと、で購入する金額が1億で今計画してるっていうので、その中の土地の決済が来月ぐらいにありそうだって言ったら、目標達成のための財源っていうか見込み先でリストアップされて、でそれをその1ヶ月間ずっと詰められる。だから初めにそれを嘘をついとったら、もうかわいそうなのはやっぱりすぐ白状する人もおるんです。嘘でしたじゃないけど流れましたと、月の初めの方にすれば気が楽なんです。でもそれをずっと言い切らない人は25日ぐらいになって、いや今月難しいですと言って力いっぱい怒られます。詰められると、まあ、嘘ついちゃう人も、実はもう10日の日にもこれが伸びるのは分かっとっても、なかなか言えずに25日過ぎぐらいに、ありますでしょ、ありますやってる人間誰誰ってもう入り出したりとか、昔ながらのやり方ですよね。達成することをどれぐらい厳しく見ているかどうか、まあ、部店長とか人によってだいぶその強弱が変わってるのかなっていう気がしますね。何もやらない
前で達成する目標っていうのが振られることはないので、ちょっと頑張ったぐらいではできない目標が毎回毎回振られてるんですね。多分本部が大きく見積もってできて7割ぐらいの達成で、実は本来の目標が達成できるんじゃないかなっていうような気がするんですね。大きくできた目標っていうのをそれなりに達成した店っていうのは表彰を受けるわけなんですけれど、そうじゃないお店もパラパラあっても本部の方でもそれを見越して予定に振ってきてるので、それでできないからじゃあその人間の評価が下がるかとか、まあそれはどちらかというとその取り組み姿勢を見て部店長がその人間を評価するっていうプロセスをやっぱり見てるのかなっていう気がしますね。目標に達成しなかったら賞与が下がるってことはありえるんですか？あ、それあります。十分あります。部店長がかなり執着しているお店って副部長とかあたりも動きますね。そういう部店長さんがいるところを見分けるポイントは？わかんないですね。てかあの店がじゃあどうやら やる気がある店らしいっていうことで、と一部 その投資家さんの間で、まあ、噂になったとしても、数年で人は変わっちゃうんで、店というよりかは人なんで、人が変わると店ってガラッと変わっちゃうんですね。人次第だと思います。同じ物件持ってっても店によって評価違うし、うん、他の支店行ったら出してくれたとかありますもんね。そういうところで担当者に聞くと、いやうちの支店長不動産好きなんでとかってそんな感じです。正直に聞いちゃった方がいいですか？聞いた方がいいと思います、うん、うちの場合は200か点ぐらいある支店を5から10ぐらいの店舗に分けて地区単位で分けるんです。でそこの中にブロック長っていう風な形で支店長の中のトップが出てくるわけなんですよ。支店の目標とかとは別にブロックで融資料が満たすとか預かり資産の推進が満たすとか言ったら、ブロック長がもう直接副頭取とか専務とかから突き上げられるんで、そこがやっぱり倍返し3倍返しになって各支店長に降りていきますよね。ブロックによって今ここは結構緩いとかここは厳しいみたいな違いが出るってことですか？目標言ってるブロックっていうのは基本的に役員から何も言われないんだ。まだ目標未達でやんなきゃっていうところの。うわ、もうガンガン毎日出ます。それを視点からこう見分ける方法はありますか？あるとすれば、今例えば住宅開発が大きく進んでるとか、新駅ができるとか、人口が増えてきてる地区とかいうのは比較的多分数字のノルマっていうのは順調に推移してるところが多いんじゃないかなと思います。受け身で入ってくる部分があるんで。逆に言うと、そのなんか開発が進んでないとか経済的にちょっと地盤沈下してるようなエリアのブロックの方が目標、まあ、当然少ないのはあるけれども達成するのは厳しいと思います。逆に言うとある意味狙い目というか、多分お聞きになりたいのはその物件融資を受けるときに目標をすごく言ってるところはもうお腹いっぱいだから出しづらくて、じゃあ目標言ってない苦しそうなところを狙っていったら出るかっていうところだと思うんですけど、おそらく目標言ってないところって例えばですけど支店長が不動産嫌いだとか担当者もこう案外そういうところってそういう人がいなかったりして、そこ行けばお腹空いてるからどんどん出してくれぞっていうよりは、やっぱりなんか目標達成しててもやっぱり何銀行のこの人が今出してるよとかそういうふうに言った方が成功率は高いのかなって気はするんですけどね。そう、一つ入り口としての問題としては、今自分が使ってる生活口座とか給与を入れている口座とか住宅ローンがあるところメインで使ってる通帳の支店に行くのが僕はベストだと思ってますけどね。融資をするためには大義名分がいるんです。立て付けって僕ら言ってたんですけど、今までうちと取引ない人にポンと来られても、なんで貸してやらないかんのっていう発想になるんですよ、この人に。例えば融資の目標がいってなくてすごい詰められてる時にその立て付けがうまく、あ、もう立てられなかったらうちの銀行はノーでした。あ、じゃあそっちが優先なんですね、はい、まずは立て付けです、うんうん、その辺りが銀行によって違うんですかね。うちはですね、あんまりその取引あるない、まあ、とりあえずある意味越したことはないんですけれど、やっぱりその属性とかですね、そっちが重視されるのかなっていう気がしますね。やっぱり目標がいってない時に資産家じゃないサラリーマンの人が来たって、難しいところですね。それは非常に難しいところで、まあ、私の経験からしても昔はですね、その例えば3月9月の足りない時期とか、あとはもうちょっとでとか、まあ、そういう時にえいやっていうのがなんとなく通じてた時期もあったかなと思うんですけど、最近は結構平準化されてるところもまああって、期末だから取るかっていうとそういうのでもないような気もしますね。監査について伺いたいんですけど、どういうものなんですか実際は？
実は前日あったんですけれど、私のところですね、まあ、抜き打ちって言い方がいいのかわからないんですけど、予告っていうのはほぼないですね。ただ営業部店とかの店長等のコネクションっていうか、そういったによっては次来るんじゃないかとか正確な予測をできる方も中にはいらっしゃるんで、そうなってくるとそろそろまずいんじゃないのかっていうことで注意喚起を全体に流すケースは往々にしてあって、で来週来るぞと、で本当に来るということは ありますね。で残念ながらそういうのにすごい疎い方もいらっしゃって、本当に突然入られちゃうこともあります。なんでわかるんですかね。おそらくそういう人間なんで、ポロッとどっかから漏れた情報っていうのがどっかから伝わってきて、まあそんな話じゃないかなっていう気がしますね。うちの場合は基本的に前の監査成績に応じて何ヶ月以内に来るとか大体決まってるんです。で監査成績が悪ければもう6ヶ月何もう1回来るっていうとか、でも普通であれば、まあ、1年は来ないと。だからまあ1年を超えて入ってなければもういつ来てもおかしくないっていうふうなことは言ってる。で通常は月曜日で入って金曜日終わりとか1週間の単位で動いてるんです。動くのが決定するのは金曜日の夕方なんです。監査部員も金曜日の夕方にならないと次月曜日どこ行けばいいかっていうのは分かんない。監査中とか監査の前後で姿勢とか有志性の変化はあるんですか。有志性の変化は全くないです。ただし案件が遅れます。結局その監査っていうのはいわゆるその書類がきちんと立ってるかとか不正をしてないかとかパワハラとかセクハラとか合ってないかとかそういった類のことを中心に見ていくんで、どうしても人がすることなんで書類の不備があったりとか事務処理の流れが規定通りに行われていなかったとかどうしてもやっぱ出てくるんです。それの、整備をしたりとか監査中に整備ができればいいんですけど、できてない分っていうのはやっぱ何日までに整備を完了しなさいっていうふうなのがあるんで進まない。有志課長とか支店長とかがやっぱその監査の方に力入れ取られるんでなかなか倫理が回らないですね。成績つけられるとおっしゃってましたけど、それってなんかフィードバックがあるんですか。うちの場合で行くと5日間の最終日に監査の報告会で、前回より悪いです、前回より良くなってますで悪くなっとったら支店長がまず怒られて、帰った後に支店長からガンガン怒られる。不正ってそこで発覚するものなんですか。かつては横領関係が見つかったっていうケースは結構あったらしいんですけど、最近はすごくチェック体制が厳しくなってまして、極めて今は不正は行われてないと思われるんですね。まあ、それがあるかってなのか分かんないんですけど、なんか私どもの転勤のサイクルとかっていうのもなんか少し長くなってきてるのかなっていう気がしますね。人事上とかっていうのは非常にそのコストのかかることなんで、それもサイクルを少し長く取っていけるようになってるのかなって気がしない。通常どのくらいでそういうサイクルってやってくるんですか。2、3年っていうふうに言われてはいますが、まあ最近だと4年とかありますよね。4年、5年とかですね、結構平気で。不正融資をしたことがあるか。倫理書に嘘を書くなと言ってますね。書かなくていいことまで書く必要はない、基本的には事実を改ざんするってことはない、ただ融資って大体未来を描いて倫理を書くんですけど、その未来についてはお客さんの当然同意のもとにこんな感じですよねっていうのを聞いて、それを実現するかどうかは別として書いて投資ではないんです、それは。例えばその金融資産を多く見せる人がいたとして、それを分かっているけど指摘しなかったみたいなケース。金融資産に関しては、今エビデンス、テープがほとんどじゃないと信用してくれないかな。コピーじゃなくて現物見るってことですね、通帳のやつ。なんか気づいたケースってありますか。ここは明らかにおかしい。やたらと不動産屋さんが銀行と債務者だけ2人で合わせないって時は、ってやっぱ思いますね。なんか隠してるんじゃないかなと思います。最近その大手の不動産業者じゃないですけど、並行契約を結ぶってケースはよくあるみたいですね。売買契約を出し
って、でその代わりまあ付加した金額で売契を結んで、実行前に変更契約を結んで、でまあいわゆるその諸費用まで含めたオーバーローンを引っ張ってくるっていうのは、それで価格の下げた変更契約を見せてもらえないのが普通だったりするんですよね。だから契約してるかどうかも分かんないじゃないですか、そんなの、うん、僕らのところにそういうのは来ない限り、悪いことしようと思っても防ぎようがないっていう、うん、売り主さんに実際付加した分を本当に振り込んで後から戻してもらうなんてことやる人なんかだと、こっちとしてはチェックしようがないです、うん、最終ただあれですね、あの決算書の誤差とかで分かっちゃう、まあ決算書で分かります、分かりますけど、ね、最終的に決算書みたいに分かります、うん、だから騙されとったなっていうの、後から分かってナルティとか貸すケースがあるんですか、もう幼稚園先に分譲とします、でも次もないですよ、そのローン自体は別に期限利益損失させる、そう、それは別に期限利益を損失させるとかいうようなカードを切ることはないですけど、もうおっしゃるように決算書の誤差とか見た時にきれいに出てくるんで、それでもう今の日本経済の状況からすると考えづらいんですけど、その10年ぐらい前の貸し剥がしとか、はい、金賞のどっかの文言を読んで当たればもう一括返済を新規言語だからさせるみたいな時代もあって、今の経済状況からするとそんなのはなかなか怖いですけど、ただいずれ来た時には多分そういう人って一番最初に会う人になるんでしょうね、うん、ただ逆に言いたいのはそうやって銀行を騙して融資は引っ張ってこれたかもしれないけど、でもその事業は多分破綻するんです、うん、銀行としてはお金を貯めてる人にお金を貸したいんです、で自己資金が全くゼロでこう飲んでその騙し暮らしてなんとか引っ張ってきたで事業をしても事業やっていく能力はその人ないと思う、だから結果的に本人のためにもならないと思ってるんですけどね、あとはその今一法人一物件スキームでこう借り入れを隠して融資を受けるって、ね、そういうまでになってますけど、もう下りじゃないですか、うん、完全に暴ける方法がいくつか出てきちゃってるし、そのうちのいくつかは本当に何をやっても消えないデータとかに載ってますから、うん、これから先やるのは危険なという。で、暴ける方法っていうのは帝国データバンクと証券証拠リサーチの代表者検索でまず出ますし、あとは自宅でやっちゃってる人は法人マイナンバーで自宅検索でですし、簿記簿図書館っていうところといくつかあるので、それができるようになったのは、はい、ブログ死ぬから言われましたけど、最近ブログとかでこれで分かりますなんて大々的に言ってしまうダメですけど、一物件一法人っていうのはこういうやり方いいですよねっていう不動産屋さんと話したこと以前あるんですけど、結局法人売買で物件が移動するっていうのはいいんですよね、10億の物件とかであればそこに移転の登記費用がかかんないんですよ、メリットあるんですよ、登記利益700万以下になれば税率安いです、安いしとか、ただそれを要は10社全部持ってますって金融機関に言わずに融資を受けてるっていう、うん、そこが問題ですね、でも最近バレ始めてますよね、クマスとか聞きましたよ、決済伸びたとか、要は稟議通ってたけど、その後突然金賞の前日に銀行達人に呼ばれて、ちなみにこの法人なんですかって言われた人が出た、なんか調べ始めてると思います、現状じゃあ暴く方法あるけど、そこまで力を入れて調べてないっていうのは、うん、多分そういう指導になってないんだと思います、うん、今後なんか、別に金融庁もちょっと問題視してるから楽しみになりますから、チェック項目の一つにそれが入るかもしれないですね、一括返済求めるとかいうことは、あ、融資出した後ですか、うん、いや、そこまでは正常返済してる間までと思うんですけど、個人的な見解かもしれないですけど、あの一社一社が回ってればまあいいのかなって感じはしないです、うん、ですけどね、うん、何が問題かっていうと、こう調子の良くないやつを調子の良いのでカバーされると困っちゃう、銀行としてはその調子のいい方に出してるんだけど、その資金が流用されてるっていうのはちょっと困りますよね、うん、プロジェクトファイナンスの考え方でいくと、うん、一つ一つに法人立ててやってくんで、本来その事業体が違えばあの法人変えてもおかしい話ではない、おかしい話じゃないではないんですよ、全然、うん、ある意味きちんと事業単体ごとに収益を管理しているっていう、そうそうそう、そういった意味では意味では、うん、それで連帯保証してなきゃ問題ないんですよ、うん、運転手してると、さっきの話の通り物件プラスこの人が余震で貸したのに、この人実は裏で、まあそうですね、10億のレートをしゃったっていう、プロジェクトファイナンスじゃなくてコーポレートファイナンスの中でそっちが行われちゃうのがちょっとまずいのかなっていう感じですかね、うん、
基本は自分研究受けば結果をある程度出してからやってたら自分のためにもなると思うんですけどね。経営半年で10棟買いましたとかで1年後にハッピーリタイアですとかって、5年ぐらい前の自分で10棟以上で返した時代は多分それもやったんですけど、このご時世ですね。周りでいらっしゃいますか？いないじゃないかなみたいな。なんかセミナーに行きゃいますよね。新築同時ごと研究中とかっていますよね。気づくんですかね、この人どう見たみたいな。あ、でもあのあれですよ、最近あれですよね、あの中古物件じゃないですけど住宅ローンなんかの審査の部署から、まあ、あの保証会社ですよね、あのやっぱりその自己資金いくら持ってるのっていう質問が来るんですけど、エビデンスを出してほしいと、一時的なものためとか、要はそのずっと通帳でどれぐらいの期間のお金があったのとかっていうのは、まあやっぱり業者が一時的にお金を口座に入れてあげたりとかして、あれからそういうですね、申し上げたとおりやってるケースがあって、そういうケースが一件でもあるとそういうのを 見つけるってわけじゃないですけど、どんどん減ってしまってますよね。バンバン出してるって言ってた銀行さんも大体前借りた時は何も言わなかったのに、この前の時はもう6ヶ月分全部通知をコピーしてるんですよ。口座とかでもやっぱ6ヶ月分ぐらいの生活口座のコピーって言われますもんね。このあたりはそろそろ閉じられて、でもまた次の何かが出てくる。ちょっとこの話とあれなんですけど、収益性ギリギリのところで例えば融資出しちゃって、その後返済が滞っちゃったりとか、そこって目標には含まれないんですか？別のところでマイナス評価が出てくるんですよね。あ、そうなんですね。例えば融資して6ヶ月以内に破綻したとか、なんか滞ったっていうともう大罰つきますよね。組織でやってるんで、取り上げた担当者1人が罰とかっていうんじゃなくて、自然罰ですよね。額がでかかったら遠乗りを筆頭にした会議に呼ばれます。過去呼ばれたことがあります。あ、そうなんですか。まあ、倫理書の判子、一番押してるというか、うん、で超してる人間ですよね。うん、で、出てくるんですよ、あの、調査不足とか、実態把握不足。から、まあ、上に行けば行く人ほど、例えば賞与とかで、それなりの罰がつく。そうなっちゃう原因で一番何が多いんですか？要は、その前話に引っかかっちゃう。例えば新規で取引したいなと思ってるところに偶然、まあ、訪問してたら応接にまで案内されて、どうぞどうぞってお茶でもどうぞって出されて、若い担当者とかが決算書もその場でもらっちゃったりして、ですごくいい内容だったりして、で持って帰ってお喜びで支店で融資を出したら1週間後に破綻したとか、研修会社が飛んじゃったっていうのはね、結構聞きましたけど、ね、計画的なの結構ありますね。そうです。4月以降引き締めがあったみたいな話が結構聞いたんですけど、その前の1月 の政府のあれが引き締めでしょ、それが引き締めだと思いますね。要は期が始まる4月が新たな施策のスタートなんで、期初からそういう風になっていったと。今期については不動産融資を少し抑えて、他のいわゆる富裕層対策とかそういうフィーの方の割合をウエイトを高めて、収益のウエイトを高めて全体で中計同意の収益を確保していきますよっていうのが各銀行出てると思います。正式には通達みたいなのが来た、もっと収支をよく見て判断しなさいという趣旨の話は来てます。でそのシミュレーションツールも若干改定されたっていうのがあって、で例えば積算の評価で担保価格が出て、でそれで借り入れ額がカバーできますと、じゃあこの案件はもうやっちゃうと、往々にしてそういうような判断ができてたのが、収支の方で一定のそのシミュレーションをクリアできないとちょっとその金額は出せないよねとかっていう、そういうのがやっぱり出てきている。シミュレーションが変わったのは4月以降私はですね、8月ぐらいやったと思います。すぐは多分変わらないですね。変わらないですね。立ち時計に出てきて、うちにさんなんかで行くと、もう圧倒的に融資のシェアは賃貸物件関係が多いので、そういうところはもう比較的早く始めてるようなイメージですよね。僕が行った銀行も厳しくなってますよ、かなり。2割、3割頭金を入れないと、多分そのシミュレートが回らないぐらいの数値にはなってると思います。そういう中でも今まだ積極的だよみたいな地銀とかの噂って聞いてます。
が取引しているところは信用金庫と信用組合に取引を始めたんです。定年数オーバーで20年ぐらいの長期を組ませていただいてるんですけども、信用組合の支店長の話でよう僕に融資できるねっていう話をこうしたんです。耐用年数に関する融資基準はないと、いわゆるもう場所です、っていうことは積算評価のところのみを持ってその保全を取って、それがその何年間その経済的価値があるかどうかっていうよりも現時点でこれだけの価値があるんであればそれはもう評価するっていうところがある。でその分若干金利は高いですよとかあるんですけど、僕にとっては今一番使いやすいのは信用組合さん。積算とか収益なんですけど、結局いくらで売れるのって話なんで、タイム数超えててもおしゃれな駅前のいいとこだったりしたら地元の地主さんがいくらで買うっていうのがある程度分かればその範囲で優勝するっていうのは割とノンバックの姿勢と新金審査さんと似てる感じはあるのかなっていうところですね。審査の厳しさの話だとそのいくらで売れるのってやっぱり不動産価格ってどうしても1個に決まらなくて、この辺中心にここからここまであるよねっていうそんな結論に大体なるんですけど、以前はそのストレッチ分というかここなんだけどここまで伸びるだろうっていうあたりを評価にしそこから掛け目っていう形だったんですけど、一応明らかに4月以降はもうこのレンジだったら真ん中から下しか取らないっていうのは明確に言われてるっていうところは、もうストレッチしないだろうっていう、あのストレッチって何でしょうね、場所がいいから1億で売ってた物件がなんか知らないけど欲しい人が3、4人集まっちゃって、じゃあもう一回再入札したら1億1000になりましたとか、そういうことが今後起こり得ないだろうっていうことで、その伸びしろ分はもう見ないっていうのは明確に言われてますね。それやっぱり4月のタイミングぐらいからですね。中堅の地銀さんが極端に厳しくなってるのかなっていう気が、しますよね。新築アパート乗っかったところはそれの煽りでっていう気がしますけど、ね、かもしれないですね。地方なんですよ、やっぱし。の銀行とかは確か全国トップ3に入っちゃったんですよね、そのアパートローンの残高の伸び率が。で何やってるかって言ったらもう新築ってもうアウトですよね、3月以降もうとんでもないの出してますよ。県の田舎にどんどん新築アパートを融資出して、それはもう完全に 目についてアパート村になっちゃって、でそういうの乗っかって出してた地銀さんはコラって言われてて、で中古アパートの購入資金にまでそれが影響してるっていう。そんな話でいくと1年ちょっと前に、知人が僕にこの収支で銀行を紹介してくれっていう話で来た時に、年収もなくって金属年収もなくってカードローンとかの借金もあって自己資金がゼロで1億組んでくれっていう、それはこれも無理ですよと、紹介する気にもならもう無理ですと、でずっと断られたらしいです。朝鮮系の銀行にも断られてたらしいです。銀行だけ OK した。みんな周りの人にはやっぱやめろって言ってるんですよ。金利も高いし、一室に一室いたらもう給料の手差しが発生するような状況なんで。でもやっぱ聞かなかった。多分あれは破綻すると思います。申し訳ないけど。でもなんか周りで借金で首が回らなくなったとか、断した人のエピソードとかなんか面白い。不良債権の投資とかやってたんでこういう人はいっぱい見てますけど、最近はちょっと出てきてるんですよね。またまだ表面化はしてないですよね。もうちょっと後じゃないかと思いますけど、一時期はあったんですけど、10年ぐらい前は結構あったんです、だけど金融円滑化っていう風な形である程度先延ばしとかしたりして、直接的になんか破綻してっていうのはアパートに関してはそんなに、今多分金融庁の検査項目から不良債権が今なくなってるというかウェイトが低くなってるんで、あまり焦点が当たってないんだと思うんですよね。5年とか10年とか返済期間延ばしてやったり当時やったんで、そしたらなんとか回るような形になったから、あれで売却でこうなくなってきてるっていうのが現状じゃないかな。時折競売とか見てると〇さんがかけてるとか見ますけどね。でもそんな競馬かけてる間にまた、まさに言っちゃってますけどね。2倍で止まってるのかどうかちょっとわからないけど、価格自体もそんなに安くないですよね。今は、まだ
睡眠からすごくいるんですけど、なんか延命されてる気がしますね。久々への再建譲渡が価格を折り合わなくてできないので、久々再建買ったらもう競売でも何もするんですけど、そこへまだ行き着かない。人を出した銀行さんが滞納はしてるけど、まあ、とりあえず一部入金とかで済ましてるとかっていう形なんじゃないかなって。この年末とか2018年の融資、あとは金利の動向とかについて。不動産マーケットはいろんなこと言ってるんですけど、2年ぐらいはまだ大丈夫で、オリンピック前から下がるかどうかなんですけど、リーマン気負いがドカッていうのはもうほぼないっていうのが、で締めるけど結局でも2万3000万の運転資金よりも2億3億の不動産融資の方が金額も出せるんで、締めるけど戻ってを繰り返してるかな。金利もちょっと今のところやん。だその銀行さんが今までは大負けに負けてたけど、しっかりスプレッド取ろうっていう動きになってるんで、そういう意味での金利上昇多少はあるかなって思ってます。金価格については、まあ、ちょっと今引き締めになってるんですけど、まあ、私なんかが聞いてる話ですと、まあ、リーマンショックの時みたいに大きい下落はやっぱりないと。でその理由としては、今売りに出てる物件っていうのは個人投資家の方が長期融資を引いて、まあ、持ってる物件がほとんどなんで、まあ、売れなければ売れないでいいよと、まあ、なので、売れたらいいな価格ぐらいで出して売れなくてもいいよという感じで出してるんで、あんまり下落はしない、まあ、要はその、融資の引き締めはあるのかもしれないんですけど、物件価格っていうのは、まあ、あんまり下がってないというのが、まあ、多め、まあ、そのような状況なんじゃないかなっていうところです。まあ、融資を出すかどうかなんですけど、やっぱりまあ、地銀とかが、まあ、ある程度その主軸にしてきた貸し出しでもあるので、やっぱりどっかのタイミングでまた徐々に出始めていくのかなっていう気がしますね。ただやっぱり金利については若干少しこう銀行にとって改善されていくので、適正な金利にだんだんまた戻っていくのかなっていう気がします。不動産価格に関して言うと、僕が九州の方なんですけども、地場のゼネコンさんとか主さんとかがちらほら聞く、これはまだ忙しいとかっていう風な形で落ちないだろうなって、その大都市圏に関して言うとですね。ただ地方圏に関しては明らかにやっぱり表面利回りが違う物件がやっぱ結構出てきてるんで、上がるところと下がるところの色分けっていうのが今以上にやっぱ進んでくるんじゃないかなとは思ってます。あと金利はもう本当に今までは銀行が不動産融資っていうのに競争っていう原理があったがために金利の低下があったけど、競争してまでは今からは融資をしないっていう風な形になりつつあると思うんです。徐々に上がっていくんじゃないかなと思います。銀行さんによって審査のモデルとかある程度あるのかなと思うんですけど、その辺りは定型のものっていうのが、まあ、あるとしたら、まあ、住宅ローンとかいわゆる個人 のローン商品とか、いわゆるパッケージ商品と言われるもので、まあ、属性とか数値を入れてって審査モデルがあって、ガラガラポンでスコアとか丸×が出てくるっていうケースはあるんですけど、プロパーの融資については審査モデルっていうのは合ってないような感じですね。非常に難しい言い方なんですけど、個人とか、まあ、法人 のまず格付けっていうのがあって、債務者格付けっていうのがあって、まあ、それでその、まあ、ランクですよね。お金を借りる人のランク付けをして、で、まあ、それに応じて例えば金利を決定させるとか、出していい金額が、まあ、大まかに決まってきますと。言ってしまってその格付けをするまでが、まあ、モデルなのかなと。でそこで定量的な話っていうのが、その人の決算とかの数字とか資産背景の数字とか、そういうので決まって、であとはまあ資質とか、まあ、あるいは会社でいうとやってる事業内容とかで定性的なものが決まっていくのかなっていう。ランクっていうのは何段階？うちはアルファベットで ABCDEFGHI。 例えば正常先の方、まあ、普通の方だと ABCD までで E から下っていうのがいわゆるその要注意債権とか。それで完全に定量的に決まっていくんですか？定量の部分がやっぱりウェイトは高いです。最初の定量のところで原案が決まっちゃうので、まあ、それをその定性で覆すってのはもうほぼほぼ今できないんですね。だから C の1とか C の2とか C の3とかですね、まあ、それが一応あったりするんで、まあ、それによって部店長が許可できる権限とかっていうのがだいぶ変わってくるんですね。この
ランクの人だったら、例えば5億までの貸し出しだったら店長の決済でやっていいですと。だけどこのランクの人は1億までですよと。でそれを超える場合は本部の承認が必要ですとかっていうことで分けてますね。うちは支店によっても違いますよ。いや、おっしゃる通り、うちもね、支店によってその裁量の、さっき言ったようにそのいわゆるブロックと腸が折るところの決済金限ですごい高いんです、うん、もう本当あんまり人が小さい10人、10人ぐらいのところの支店長とかいうのはもうとはもう10倍ぐらいは違いますかね。その点格っていうんですけど、お店の格によってやっぱり変わってくる。 ABCDE なんかでも全く土俵乗らないラインっていうのがあるんですか。 ABCD の評価がつかないような施錠先の方っていうのも、まあ、ある程度一定の規模の方にそういった評価をつけて、それ以外の方っていうのは施錠先なのか要注意先なのかっていう、まあそれですよね。うちの場合は今のお話でいくと要注意先になって貸していいよと、ただ金利は取れと、あと担保ですよね。担保金利、結局損を出してまでは融資はしないよっていうのが要注意先なんです。いい人と悪い人だとどれぐらい金利に差が出るんですか。悪い人で多分出さない。例えば金利でじゃカバーできればっていう話もあっても、やっぱり積極的にこう出す対象にはならないですよね。ないですよね。結局収支合わないですもんね。そうですね、おっしゃる通り、おっしゃる通りで、あの普通にお出しできるあの金利って結構高くって、うち4は超えて、超えてますね。もうパーとか6パーとかそれぐらい本来だったらいただいて、だけどお客さんがそんなの納得しないですよね。でその人が要注意先かどうかっていうのは、まあ、基本はお客さんに言わないんですよね。まあ察してもらうことはあるんですけど要はさ、断る口実作りみたいなところはありますよね。この金利じゃないと貸せません、うん、この金利で事業収支したら回らんけんやっぱやめた方がいいんじゃないですかと。そうです、まあ、実際僕ら見た中で、あこれはやめた方がいいよという物件、例えば同じ1億投資するにしても1億の物件1つ投資するのか5000万の物件2つ投資してる人なのか、まあ2000万の物件を5つ投資してるのかって考えた時に、安全牌はやっぱり2000万を5件持った方がいざという時に資金がショートするとか運の時に全部売りに出して1つでもこう売れたら回避できるわけじゃないですか。だから初めから1億をポンって持ってきたりとか2億3億ポンって持ってきてって言われたら僕はノーでした。プロッパーので一定のこう審査のモデルっていうのはあるんですか。まあ、表面利回りが、まあ、とりあえず何パーセント以上ないといけんとか、細かなその数値を計算したチェックシートみたいなのに沿ったところで、うん、全部当てはまれば店内の支店長の決済権限の中で対応していいですよ。でこの部分とこの部分とこの部分当てはまらなければそれは本部に出してください。でそれも当てはまらない場合とかもやっぱりあるわけです。その当てはまらないところに対してどういうふうなその属性のところであったりとか金融資産面がこれだけある、本来的にはこのアパートローンとしては見立てしてるんだけどそこはこれでカバーできますとか、結構ありとあらゆる言い訳を考えながら組み立っていくのがアパートローンでしたよね。綺麗に当てはまるということは 100% ないです。チェックシートのチェック項目何項目あるんですか。30ぐらいだと思います。今ると何パーセント以上12ぐらいなかったかな。その入居率とかも見る。入居率は大体、まあ、新築を10年目以降85ぐらいで見てたかな。で20年目以降 80% ぐらいで。何年ぐらいのシミュレーションで見られるんですか。借り入れが終わるまでです。積算とか見てるんですか。基本は積算とあと週間限を一応出してます。収益還元を担保評価として使うっていうのはちょっといろいろとエリアが決まってたりとか構造が決まってたりするので、やっぱ基本はどちらかというとあの関さんの方が強いのかなっていう感じはしますね。物件の評価っていうのは収益価格と積算価格を比較して低い方を取ってたんですよ。だからその分だけで担保 100% っていうのはまずなかったですね。たまに積算評価が高い物件だから買い得ですよって歌ってるのあるけど、でも積算評価が高くて収益価格が低かったら事業としては成り立たないですね。
投資じゃなくって事業として考えるんで、銀行は道線さんが作ってきた資料って基本的にはほとんど見なくて、銀行に、まあ、それと同じようなシミュレートソフトがあったんで、それで見てましたね。そのシミュレーションツールはやっぱりうちもあって、まあ、例えばレジデンス系だと、1年ごとに 1% ずつ家賃がダウンするようなツールになってたり、あのテナント系だと5年に1回ディスカウントしていくような、それに当てはめて、まあ、あるかどうかっていうのを検証するのと、第三者評価会社があるので、最終的にはそこのところに正式にかけて、まあ、担保が固まることが前提だと思います。各銀行独自で作ったツール、作っております。じゃあ地域によってもキャップレートとかそんなのも入れたりとかしてたし、経費率をどれだけ見るかっていうのは多分各銀行違うと思うんです、うん、時期によっても変わるじゃないですか。あ、そうですね、あのおっしゃる通りで、今うちも最近新しいやつが8月ぐらいに確か新しくリリースされてて、新築アパートが、まあ、結構立ちすぎたっていうのも多分あると思うんですけど、まあ、それでちょっといろいろとあのおかみの方から注文が入ってるんじゃないかなと。不動産会社が持ってきたシミュレーションは見られないっておっしゃってたんですけど、個人で持って行ってもあまり参考にはしないものなんですか？個人で作られたのも僕見ます。あ、見ますよ。あ、ちゃんとできてるな、シミュレーションがっていうのも人を判断するための、あ、この人どのくらい勉強してきてるとか、うん、あ、どのくらい誠意があるかとかが分かるんです、うん、だからそれは見るって言ってる。債務償還数とかまで計算してるところとかほとんどないですね。あれ入れるだけでかなりポイントですよ、ね、うん、審査モデルで多分一番大事なんですよね、まあ、キャッシュフロー、キャッシュフロー何年で返せるから、長いローン借りてなんで個人の人たちがバンバンあの資産規模増やせないかっ て、そこに引っかかってきちゃうんですよね。いずれどんどん物件買ってどんどん融資残高が増えていくと、結局債務償還数が長くなっちゃって、でだんだん銀行さんの規定にはまらなくなってきてっていうのが実は実態で、持ち込み資料にそれが書いてあると分かって直る人、一物件目はそんなにそこポイントにならないんですけど、2棟3棟目買おうとした時はそこは意識しておいた。利融資を受けやすい視点とか担当者を見分ける方法ってどうしたらいいか。一番情報持ってるのは不動産会社ですよね、仲介会社とか。僕はものすごく大きくなくって、それなりに決済権限がある視点、真ん中 C カップぐらいの店舗が一番融資は動きやすいんじゃないかなっては思ってるんです。というのもそういうところには若い担当がいるけど、期待を込めた人材をそこにやっていくんです、ね、そこで結果をきちんと残せれば本当にあのフラッグシップ店舗の営業とかも一線の店舗の営業に行けるステップの店舗で、ここら辺の若手っていうのはやっぱギラギラしてる人間が多いし、上から言われたらもう2つ返事ではいやりますっていうような体育会系の人間もまた多いんです。でそういうのでいくと窓口が3つ4つかなり開いてて、まあ大体お客さんがいつも20人ぐらいは入ってるような活気のある店舗。メガバンクもそうですか？目標として張り付いてる時にはみんな一生懸命やるんで、話は結構前向きに聞いてもらえるんですけど、目標からなくなっちゃうとあんまり途端にやりたがる人間がいないんですこの賃貸物件の融資って20年だ30年だっていうローンになってくると、まあ、保全固まるのかとか業績が20年30年持つのとか、まあ、結構難しいんですよね、こういう案件って。実はそうなってくるとこういうの苦手な担当者が意外と多かったりして、で法人向けの短期の融資とかの方がよっぽどやりやすいっていう。メガバンクさんはやっぱり企業中心、うん、おしゃれですね。おしゃれです。地方銀行っていうのはやっぱどうしても個人対象なんですよ。結構不動産会社の紹介が多いですよね、うん、あとは新規開店と、あと支店長が動いたとかいうのもありますよね。銀のがすごいやってた時期があって、その支店長が移ったって言った瞬間やっぱり次はだとかって、そういう動きってあるんですよ、ね、どうやって収集されるんですか、その情報って。不動産屋さんと周りの仲間ですか、同じ不動産業をやってる人間たちの情報が多いですかね。非常に難しい人が来たとか、うん、優秀な担当者が来たって、やっぱり業者さんからこういう話っていうのは結構来たりしますよね。担当者と支店長、そうですね、支店長は営業系から来たの、審査系から来たのとかって聞きますよね。審査系ですとか言ってもなとか言って、そんなのありますよね。私もですね、自分が投資する側でいうとあるまあ都銀なんですけど、借り換えをお願いしに行ったんですけど、もう本当にあの剣も本当に断られて、
ってしまいましてですね。で全然違う新規の購入案件を、まあ、同じ銀行にやっぱり業者さんから、まあ、あるローン部隊みたいなところですね、そこ紹介されて、そこのところ経由で女性を申し込んだら、まあ、あっという間に通ったという感じです。こんな違うんだって、そこの部署の人がなんだ他にもあるじゃないですかと、借り換えもやりましょうよということで、全然断られちゃった案件をやりたいという話をいただいたこととかありますので、業者さんとかの知人の方でそれの情報をもらったら、そういったところに行くのが一番いいんじゃないかなとは。聞いても飛び込まず誰か紹介を辿ったんですね。何かそんな言ってほしいですね。いくらこの銀行のこの支店が出してるって聞いても、飛び込みで行くとこいつはいいですね。飛び込みで行かれたことありますか？若かりし頃やってましたやっぱり難しいもんなの。全然ダメですね。行くと融資担当につながれるんですけど、営業だとつなぐしなんで、要はいろんな数字しょってる人だと、なんかじゃあこの代わりこれやってくれる面あるんですけど、融資の担当って多分融資しか見てないから、本当に厳しくなんか出せないも出せないとかって終わっちゃう気がして。地域の銀行で言うと窓口の貸付担当というのは何もできないです。なんかそういう判断そんな感じですよねそうで、飛び込んでる人そこに普通に行っちゃうんですよ。そこに窓口に行ったって何にも進展しないです。絶対ダメなんですよ。なんだこの温度差みたいな、積極的じゃないのかこの視点はみたいな。まず一つはそこの窓口っていうのが、まあ、基本的に営業に出るためのステップとしてのいわゆるパッケージ的な、そのカードローンなりとか住宅ローンなりとか、そういうふうな自分で判断するものではなくて、書類とか抵当権の設定のやり方とか金賞の意味とか、そういったところを学ぶべきところであって、なおかつ営業として出たもののやっぱ営業成績が振るわないとか、なんだかお客さんと外に出たらトラブルになるとかの場合は、もう店の中で管理するしかないって言って、そこの窓口に行くっていうのが、だから結構シニアの人が座ってるんですよね。もうあれはもう過去に営業で使い物にならなかったとか、ちょっと言い方悪いけどトラブルを起こしやすいとかなったら、やっぱり誰か見とる前で仕事させないといかんのですよ。そしたらこれをもう銀行のね、看板書って外に一人ポンって出せないんですよ。そういう子はまさにその人に会いに行く感じだからやめとくんですよね。年齢がいったそういう人たちっていうのはもうやる気がないから面倒なのは、うん、多分どこの銀行もそうだと思いますよ。信用金庫もそうですよね、うん、みんな一緒。電話とかはどうなんですか？でアポ取りの時も最初出たお姉さんが融資のことっていうと、その融資担当者につながれるんで、極力会おうとしない会話をしますよね、向こうは紹介以外でそこ飛び越えて営業担当に繋いでもらう方法っていうのはあるんですか？私はちょっと言ったことないですけど、言うかですよね。融資の話なんですけど、ちょっと営業の人買いたいんでとか言うか、まあ、実際やりましたね。やって制約したことはあるんですけど、最初の電話のトーンで大体分かるんですね。自分がまあ受ける立場だったとしても、まずそのノアポで来られる方っていうのはしんどいかなってっていうのはあるんで、とりあえずまあ電話をしてみて、こういったこと考えてるけどとか、融資を検討していただくことはできるんですかねみたいな感じで、と連絡をいただいた方がいいのかなって感じはします。それでその時にって感じとかですね、よくあるんですけどいやちょっとみたいな感じで、だいたい出てくるところっていうのはまあ良くないのかな。まあ知り合いの上ですごいのがいて、ファックス番号なんとか聞き出してもう全部送っちゃうって人いましたね。金融資産のエビデンス、エビデンスというかいくら持ってるとか決算書とか。そうするとパッと見た人もおって思う、まあ、自分がそうだって自信があるからなんですけど、そ金融資産のエビデンスを送ったら見ますね。で例えば茨城の物件買おうと思ったら茨城の地銀を、あらゆる視点で送っちゃうとかで引っかかってきたところとあって、そこで融資を受けるとか、やってるツアーもらいますけど、それ全部送るデメリットはないんですか？デメリットはまあないでしょうね。最後じゃあ2つぐらいやる気ある視点から来たら、どっちか選んだらもうそれで、その金額は自分のとこだけにしか来てないって思いますもんね。もちろんそうですね。1ページ目にもし1億持ってますこれですなんてついてたら、まあ普通よりは可能性ある、可能性かもしれないですね。ただどうなんですかね、まあ、こっち立場からするとまず一歩欲しいですね、連絡みたいなのが。まあまあそのファックスも欲しい、連絡してからでしょうけどね。ねえ、紹介とかで行ったところでなんか融資条件って変わったりするんですか？例えば実際そこで借りてる人からの紹介だったら、少なくとも金利はどれぐらいっていうのは、もともと紹介してくれた人のから話聞いてるだろうっていうのは大前提であると思うんで、そうすると向こうもなんとなくこの人の金利が基準になって、何もないと飛び込みはやっぱり
もともとアパートのどれぐらい出してるかって分かんないままでのお互い手探りというか、今日私の金利がちょっと上がっちゃうこともある、まあ、もし吹っかけられてると、まあ、比較対象がないんで、うちはもうこれなんですとかって言われると、あ、まあそうですねとかって。ちなみに貸す側からすると吹っかけることもあるんです。ありますよ。っていうか商売ですから、法外に吹っかけるつもりは全くないけど、うん、でも全ての条件を言いなりになるっていうのはビジネスとしては成立しないと思ってるんで、僕はだから少なくとも金利ぐらいはもらわんとどうしようもないですよと。で、金利にあろうこと言う人は僕はあんまり相手してなかったです。後からトラブルになる可能性もすっごい高い。その金融機関を探してるっていう自分の立ち位置を間違って、いや今は低金利だから 1% 以下だろうとかうんうんとか言ってくるのも相手にしなかった。僕も今借りてるところに金利についても何も言いませんって、この期間とりあえず取りたいと。ここがブレてしまったらキャッシュフローを計算する上でも事業成り立たないんで、そこはもうウィンウィンの関係でやっていきたい、うん、お二人も借りた人でだと金利の話はあまりしないんですか？冒頭の話は絶対しないですね。事業家として資質がどうなのかなみたいに取られる可能性がとかあるんでしょうね。もう5年ぐらい付き合ってそろそろ金利引き下げてよねぐらいの信頼関係の実績を作った上でお願いするベースっていう認識なんで、そういうのは多分借り換えを1年ぐらいですぐしちゃっちゃってる人とかも印象悪いですよね。決算書とか見て、うん、信用しない。金利交渉に応じやすいタイミングってあるんですか？やっぱりあれですかね、期末ですかね。期末ぐらいですか ね。大体3年固定とか5年固定にしてる人が多いんじゃないですか。うん、でそれの切り替えのタイミングっていうのは一つの、あの借りた後はですね、借りた後はそのタイミング、タイミング、むしろそこでないとちょっとやれないかな、うん、最初借りる時はどこですかね、まあ、借り審査取ったぐらいのところでも本審査で決まっちゃうと思う。で出るか出ないかが大体分かって、で、うん、出そうだっていうのが分かると激にやれって話を持ち出して担当者の日報に書かれるんで、そうするとそれ出せなくなるとまた怒られちゃうから、そのあたりが、まあ、そこは交渉のタイミングだと思いますね。あと入れて引っ張って言ってるんで、まあじゃあいいかってなりやすい、まあ、あとはこうもう一個ぐらいとその存在を見せて、その条件でもし金利が向こうが安いよってことだと、例えば本校と初めてなんで、まあ、こっちと金利合わせてくれたら借りるよとか言うとか、そういう言い方はできるのかな。例えば、まあ、金利は飲みましたと、じゃあ次にまた買いたいときに、あ、このお客さんは金利について何も言わないお客さんですよって書けるんですよ。倫理に。一発目金利取っとけば、次多分倫理は通しやすいと思いますよね。0.2%、3%にこだわって、その信用みたいなのを失っちゃうのが一番ダメですよね。他に何かこういう人信用できないっていうか、あんまり取引したくないものとか。情報開示が、あれしてくれない人とか。いるんですか？情報開示してくれないとかできないのか、ちょっとわかんないんですけど。それです、まあ、最低限の決算書は当たり前ですけど、まあ、それ以外のところ。それ以外を求めたものとかですね、まあ、資産表とか、まあそういうのもありますし。まあ言ってやっぱ金融資産のエビデンスですよね。まあ、エビデンスなんかもそうですね。よく言われるお土産持ってったりとか、まあ、通帳定期とか実際にあるものですか？お土産ってないですね。お土産もらってなんかやるっていうのは、まあまずない。だからあの定期を作ってくれとかっていうのは、それを共有するってことはまあ今できない。見返りにじゃあ融資しますとかっていうのはありえないっていうか。まあこういったあの賃貸物件の融資を出すんだと当然のことながら、あの家賃はうちに指定してくださいよというのはまあお願いするとは思うんですけど、まあ例えば定期を少し積んでくださいよとかっていうのはそういった意味ではお願いすることはありますけど。それはあの別に担保にいただくわけじゃないので、断る権利もありますし、もっと表面的な部分でこう見た目の印象とか言葉遣いとかはやっぱり関係しますか？ビカビカしたらダメだよ。よく言いますけどね。でもそれ嫌ですね。お金を貯め切らない人と何が一番貸したいかって、お金を貯め切る人にお金を貸したい。ビジネスの場にビジネスがない格好で来る人っていうのは確かにまあ印象は良くないですよ。あ、南のリゾートの帰りでこっちはなんかこうするだけでやっぱり変ですよね。自分はそれでもいいと思ってても、例えば自分の定跡とかが合うとかっていう話になると、ちょっとこの人見せらんねえなって、詳しく話を聞こうかなと思うときは、それなりに資料を持ってくる人かな。業者の名刺と業者の資料だけ持ってこられても詳しく聞こうとは思わんけど、まあ、そこに付随して
通帳であったりとか、まあ、事業しとったら決算書とか自分で作った資料とか、それはもうその人が本気になってこういう計画をしてるっていうのに対して時間を費やしてきてるわけですから、こちらも時間を作りますよね。こういう事業計画書だったらいいなと思うとか、リスクを書いてある事業計画書を持ってきてくれるか、くれないか、でそのリスクに対してどういう考えがあるのかどうか。リスクって例えば賃料下落するリスクとか、入居率が下がるとか、そうです、そうです、もしくは金利上がってとか、いやその時は例えば親がね、もうこの間も実は持っとるね、それなんとかカバーできるもんねとか、まあ、そんな感じでもいいんですよ。申し込んで金利家の方から言われて修繕履歴とかを取り寄せて出す人とかいると思うんですけど、本当に分かってる人だったら修繕履歴って先にももらって出すべきものだと思ってたり、これだけ修繕してるんで今後しばらく大丈夫とか、逆に全然やってないんでその分は少しキャッシュを読めないととかって、その辺が言われてから出す人と最初持ってくる人って面白い違いになります。それなりにネットとか発達してるんで、例えばここに買おうとしてる新築の建物の家賃相場がいくらかっていうのは平米単価で大体計算して大体出るんですね。でそれが業者が出してる部分がそれより高かったりしたら、高いっていうのを認識してくる人と、いやこれ業者が言いようけどこれが正しいっていう、多分全然違うわけじゃないですか。これちょっと高いと思うけど、まあでもそれがこれから下落しても、まあ、全然やっていけるからこれすることにしたよって言ってくれる人やったらいいけど、見た目のね利回りだけじゃなくて、資金繰り表とか何なの出てくると割と多くて、何ですか、月次の資金繰り表とかって自分であの説明できるかどうかですよね。まあそのままで進んじゃって、これこれこうなって大体これぐらい入ってきてこうなりますよとか、自分がその事業の概要をやっぱり分かってるかどうかっていうことかなと思います。なんかこの人分かってるかなっていうのを認識するために何か吹っかける質問とかあるんですか？いやでもします。これどれぐらいの価値あると思いますかとか、まあ、例えばその物件評価だったら、この評価であの、いいと思いますとか聞きますよね。変な話、融資を出したがためにその人を不幸にするっていうケースはあるんで、それはこちら側としては未然に防ぎたいっていう気持ちもあります。いろんなケースがあると思うんですけど、建築会社さんが出したシミュレーションが、まあ、甘いとかっていう状態でも出しちゃったケースとかありますか？結局は全部引き直しますから。それでもやっぱり出ちゃうっていうのは、まあ、属性っていうか地主さんだったり、サブリースの件とかだと言ってる金額がそのまま振り込まれるわけなんで、まあ、それはある程度見てやるケースはあると思いますよね。属性とか物件に問題があっても通した案件とかって事例って終わりですか？本人自身の収入が低いですと、物件もそんなに利回りも高くなくて、収支の方もやや厳しい案件でもパックに資産背景、まあ、いわゆるそのある会社の社長の息子ですよとか、まあ、それを見て対応することっていうのはありますよね。資産価値分かっていれば取引したいのは当然なんで、奪い合いですよ。資産価ってどういうレベルがあるの？あんまり年収は関係ないです。不動産を持ってるっていうのも資産価値は言わなかったです。キャッシュを持ってるか持ってないかです。だいたい3000万ぐらい持ってると、実としてはもう富裕層っていう風な、多分メガバンクさんもちょっとハードル高いでしょうけど、まあ、不動産だけをある程度持っておられる方っていうのを結構対象になってますよね。メガとかになると遺言信託なんていうのは結構どこの銀行も積極的に取り組んでまして、今後はそういったあの信託ビジネス、そっちの方で対象になるので、まあ、不動産資産で、それぐらい持っておられるって方も土俵には乗ってくる。総資産で1億ぐらいなんじゃないかなと思います。預かり資産関連だけでいくと、まあ、3000万ぐらいのところからやっぱりそのある程度優遇される。総資産が少し水準に達しなくても何らかの条件で土俵になるケースありますね。細かく言ってしまうと、まあ、そのなんとか層とかっていう、こう層がそれによって取引のランクみたいなっていうのがまああるんですよ。一般サラリーマンの方でも将来富裕層に入るかもみたいな人を見てるってことですか？まあ、それはありますよね。相続で何らかの形でお金が入ってくるとか、まあ、あるいはその退職して退職金が入ってくるとか、まあ、そういったあのライフイベントっていうのは、まあ、要所要所でこう出てくるんで、この人何もないからってほったらかすってことはあまりないですよ。以前は4、5年ぐらい前ですか、親やったりのところを連帯保証人っていう形で担保不足とか補うっていうケースは多々ありましたけど、ただそのぐらいから連帯保証人を取ってはいけないっていう風に変わってきてるはずなんですよね。
ていうか事業所にしても法人に普通奥さんとか取ったのをもう代表者しか取れないとかいうふうな形になって、アパートローンも確かそういうふうな形で基本的にはもう取るなと思って。取らなくもないですね。取らないもない。うちの場合は取ってくださいっていう申し出の署名をもらわないと今取れなくなってるんで、うん、経営者保証ガイドラインっていう新たなガイドラインがあって、ね、通常取らないんだけど、はい、今回取りますか、こういう理由で自らなりますっていう風にならないと取れないんですよ、うん、規定上は自ら申し出てくるお客さんがうちからくださいって言えないんです。本当にその属性物件に問題なかったけど通さなかったケースってありますか。最近入りの地面師問題みたいなところはちょっと注意したんですけど、逆にね、良すぎる物件ほど危なかったです。借りに来た人に、僕よく売り主さんの自宅とか行って注意した方がいいですよとかって話はしたりもしますから。そういう時でなんか調査されたりするんですか。調査はないんですけど、それにかけた司法書士というか偽造の免許じゃないかなとか、そういうところまでちゃんとチェックしてくれる司法書士とかとは提携してるので、そういうの未然に防ごうみたいな気持ちは常にあります。ご視聴ありがとうございます。楽町チャンネルでは初心者でも安心して不動産投資ができるように中立な立場から本当に役立つ動画を作っていきます。チャンネル登録よろしくお願いします。